はい、皆さんこんにちは、エルダです。今回はスプラ人生でもヤバいプレイヤーとマッチングしたことについて話をやっていきたいと思います。いやー、初めてスプラ人生で初めてヤバいプレイヤーと会いました。まあ、今回の動画に関してはね、この前参加型のオープンしてたら面白いくらいなんかおかしなプレイヤーがいたんで、楽しみというか楽しもうという視点で、今回撮影をしています。公開をしているってところだね。で、先に言ってしまうとラグがひどすぎるプレイヤーだったんじゃないかなというところです。ただこれあまりにもひどすぎたんで、逆にチートじゃねと思うくらい不思議な動きをしていました。なのでまあね、こういうプレイヤーも中にはいるんだなとか、まあ環境的にサーバーもちょっと重かったんで、まあ、そこの影響もあるのかなとか思ってもらえればいいと思います。で、ここで注意があります。まあ今回の動画はね、相手がラグやチートと断定したわけではないです。で、まあそれを悪く言うつもりもないんですが、まあ、こういうマッチングもね、世の中あるんだという視点で楽しんでもらえるといいかなと思います。まあ場合によってはね、こういったメモリープレイありますよとか送ってもらえると、コメント欄とかで入れてもらえると僕も見て楽しめますので、紹介などもお待ちしてます。それでは早速いきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。まずはね、僕の視点で、どういったことが起きたのかっていうのをやっていきたいと思います。でね、メモリープレイヤーだから過剰なんじゃないかと思われるかもしれないですが、大丈夫です。まんまでしたまんまでした。まあまずはね、僕の視点でどういったことが起きるかちょっと皆さんに見てもらいたいなと思います。はい、まずここでね、ガロンで2発当てたんですけどね、全くデスしないというちょっと遅れてデスするっていうね、ちょっと怪しい状況が起きています。で、全体的にね、なんかインクが出てたり出なかったりっていう人も多くて、ちょっとね、怪しいよね。で、ここがやばい。ほらムーンウォークしてんだよいやー、勝てんよね、これね。やばい。で、ずっとね、インク出ないね、この人。だから、インク出ないバグなのかなーとかね。で、ここはまあ、甘えでやられましたね。ここはダメ。さらにね、ちょっと見ていくとね。で、大体こういう時ね、キルログ見てる時とかね、デス画面の時ね、瞬間移動するんだよ、敵がね。まあ、そこがちょっとな、ちょっとやばいなーと思ってた。で、ここも行きます。で、ハンコ来たと思ったら、歩きながらで周り倒すの、マジ覇気使いだもんね、これでキル取るとね。で、僕もその覇気にやられると。マジそうだったもんな。ハンコをね、叩く瞬間あんまり見てない。もう歩いてるだけみたいな。マジでね、えぐかったね、これ。倒せない。で、ここで出てくるんだけど、おぉ、急に止まるっていう。そして散ると一応ね、2発はしっかり当ててたんで、なんとかキルは取れてた判定。だから相手しないのでやっぱ大事だね、ある程度ね。さあ復帰してさらに前に出ていくんだけど、ここ味方ナイスなんだよね。はい、しっかり置いて、あれ、なんか棒立ち。さあ棒立ち、こっちもちょっとおかしくなってきてるけどね。棒立ちで、あれ消えたと。キルもない、足場も濡れてない、どこいるんだろうみたいな。おったら下にいました。敵インク平気で泳いでいって、ここでまた消えるのよ。で、一応攻撃してるのだけあそこだけだから、後ろでね、デスしてるんだよね。だから瞬間移動してるんだよね、あそこまで。マジの瞬間移動マジの瞬間移動してるんだよね。で、まあ、この辺りは、まあ、他の相手をして、まあ、なるべく人数で作ってみたいな。他は普通なんだよね。あの、ボールドさんだけ異様な動き。ほら、来た。わあ、敵インクをガンガン潜ってくる。で、止まる。でね、これ不思議なのがね。ほら、おい、どこ行くマジでね。あれ、ディスジャンしたくない。だから、キルログ出ないのあれ。永遠と。で、今倒して、謎のデスが起きるっていう。自分の死んだ瞬間、相手も死ぬみたいな。もうね、常に相打ちみたいな現象が起きてましたね。で、ここもね、なぜかに2段ジャンプしてくるの。イカ状態で。で、
炭鉱を持ちながら歩いてくると。これはまあね、先に切れたからね、あの切る取れたからもう問題なしなんだけど、いやーまさかのね空中浮遊をしてくるというもう試合中ね冷静でいられないよおい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 ってなるからめちゃくちゃ大変だった。もうなるべくキルを取る冷静にやるっていうのが大変だったよ。でここでやっと回転落ちと、まあ落ちたかというところだね。まあラグな落ちたからラグなのかなとか思いつつ、まあいろんなチート動画見てると途中で急に抜けたりするんだよね。まあバンされたのかちょっとわかんないけど、まあでも動き的にはラグっぽいな、ラグの一番ひどいやつみたい。逆に4分持ったなという感じだったんでね。はい、じゃあこれをねせっかくなので相手視点っていうところで見ていきたいなと思います。はい、早速初動ですね。はい、もうこの地点からおかしい何泳いでんやろみたいなね、多分この人の本当の画面からすると見てるかもしれない。で面白いのが横のスライド移動とか、結構あの2の心の中の3号ぐらいの移動の仕方なんだよね。結構エグい。でやっぱねラグいのもあって終始インク出ないみたいな感じだったね。でやっぱここすり抜けて、でもねここら辺ねやっぱそれなりに早く移動してるから認識はできてるんじゃないかなと思ったりしてる。いやーなかなかやっぱすごいよね。今までラグいろんなのあったけどここまでなの初めてだもんね。でもねしっかりヤグラ回避すんの結構ね偉い偉い、普通に偉い。で敵のインクを普通に泳いでいきます。だからあれ濡れてない状態だけど行くんだよね、すごいよね。ヤグラの上はね延々と濡れない。やっぱで反抗は歩くんだしあでもちゃんとここだと降ってたね。いやーすごいな。でここで復帰でジャンプ、まあ、この辺りは普通だよね。でここ普通に泳いでいくんだよな。ほら敵インクガン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 敵インク潜っていく。で瞬間移動を使っていって背後取られるんだよね。で一応ちゃんと僕がキルを取ってます一応ね主張はしとくわ。でここもまた復帰する。でいつもの通り敵インク行く。まあでもねちゃんと避けない。でもこれ一足一加速もさなんかマックスというかなんか6ぐらい積んでそうな速さだよね。多分あんだけ殴ってるけど全然デスしないっていうね。でここがすごいのよ。キル取ってる、確定キル取ってるはずなんだけどピョーンって空中浮遊を始めるんだよね。でキルログ出ないのよ。多分この人そうだね、多分やばいよねで壁貫通の移動して急に後ろに下がってデスした判定になってまた戻ってくる。だからこれラグでこれだったらまともにプレイできないか。そこでここ壁貫通なのやばいよね。ラグで説明できないんだよな。ここもね異様なジャンプの高さとかね、今のちょっとねちょっと本気出してきてる、ちょっと本気出してきてるちょっと本気出してきてる。ただまあ対面で勝ってね、おとなしくは立ってますからね。まあなかなかで空中浮遊がまた出てくるとマジ神の視点だもんな、あの空中浮遊で降りてくるのよ普通にもうイカスポーンとかなびいことの、ここハイジャンプとしておかしいよね。一人だけイベマしてるもんね。ハイジャンプであそこ登ってくるはやばいよ。でここも空中浮遊、まあ、ただねキルが間に合えばしっかりとね、倒せるんでね今のところは。いやーすごい、ほんと空中浮遊とか移動とかもうオンパレードだもんね。画面で瞬間移動もしてるからやっぱプレイ中も瞬間移動してるんだろうね。もう終始足元濡れないのつらい。でもキルは取ってるからキルは取れてるのよ
で、ここで落ちます。多分やられたタイミングなのかな。だからキルは取れるんだけど、足元は濡れないところ、だからインクが出てる判定になってると思うんだよね。透明なのか分かんないけどね。はい。で、まあ、これで試合が進んでいくってところです。で、僕視点にちょっと戻しましょうか。でね、この後もね、やっぱね、サーバーが重かったのかなとか、対戦自体がちょっと重かったのかなって、マッチング自体が思ってて、実は、この方以外も全体的に、ラグい状況が起きてます。まあ、先ほど、ヤグラが急に動いたりとかね、速度がちょっとおかしかったりとか、まあ、スキスロさんもね、インクは出ないのに、攻撃された判定になったりとかするのよ。だから、このあたり、まあ、本当、サーバーが単純に重かっただけなんじゃないかと。まあ、誰が影響してたかは分かんないけどね。まあ、そういった感じだったのかなとちょっと思ってます。ね、ここで、まあ、逆転されるんだよね。で、ただめちゃくちゃ櫓が早く動くっていう。いやー、これはなかなかやったよ。まあね、終始情緒不安定。まあで情緒不安定。まあ、ただね、ここからね、オープンだったんで、味方さんと、連携がね、うまく取れて、いい感じに試合が運ぶんだけどね。まあ、さすがに、ラグイとはいえ、人数不利の状況から、まあ、人数有利が取れてるんでね、ちょっと勝たないとねっていう意地もあったかな。やっぱ岩の切りもちょっとおかしいもんね。なんで、まあ、全体的に、マッチング自体がラグくて仕方なかったのかなと思ってます。はい。ということで、今回こんな感じで終わりたいなと思います。まあ、なかなかよね。なかなかな荒ぶれっぷりよね。いや、本当やらぐかったです。で、メモリープレイヤーだから嘘だろうっていう風なのもあるかなと思うんですが、まあ、ちょっと見てみましょうか。はい。じゃあ実際の視点見たいと思うんですけど、まあ、これ録画してたやつだね。で、流すとこんな感じで余裕で敵インク通ってきます。まあ、この後かな。さあどうなる？ほら。まんまでしょ。だから、結構ね、ひどくて。で、今の、倒したんだけど、キルログ出ないのよ。倒した判定もなくて、キル数も取れないから、ちょっとね、すごかった、このマッチングは。まあね、ただ、まだ出ないっていうのはね、聞いたこととか体験はあったんでね。ただ、対面やられたことはなかったから、もう面白かったね。終始、マジ何なんだって言ったから、まあ、このあたりは、まあ、勝ててよかったんじゃないかな、と思います。で、そうですね。まあ、今回の動画に関して、もう一度言いますが、あくまで、こういった環境でもあるよ、という視点で楽しんでみてもらえればな、と思いますので、皆さんもそういった視点で最後まで見ていただけたならよかったな、と思います。まあね、一つの、お笑い要素としてやっていけたんじゃないかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。まあ、今回の動画ね、楽しかった。役に立った。役に立ったあるのかな？わかんないけど、まあ、良かったなっていう方がいましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。